ております。さあ本日もダブルエリミネーションとなっております。さあダブルエリミネーション方式となっておりますので、1回負けても優勝のチャンスはございますが、まあ勝てば勝つほど、ウィーナーズで勝っておけば勝っておくほど、あとあと大変楽になると思いますので頑張ってください。さあ開幕 BP10 万超えプレイヤー同士、さあこの前のスターティングオーバーの時にさあウォーリアに上がったポイフル3コーディ、さあそれに対するはさあ京都のトップを走っているトップランカーの一人シャオウサギさんのサガット。さあ開幕この試合って非常に豪華なんですけど、まあ非常に豪華ということは抽選が非常にあれだったということで、さあまだまだ追加でエントリーはできますのでよろしくお願いします。まだまだ追加でエントリーはできますのでよろしくお願いしますね。さあピオル、まあ、大会は影響体1台のみを使ってまったりとやっていく予定でございますのでよろしくお願いします。さあ体力1倍弱同士、ゲージはお互いにある。差し込んでも死ぬし事故っても死ぬこの体力、最後は削りに行く。さあ取り返す11。さあ第3ラウンドだから、ガード起き上がり投げは抜けて、止める、あいうち大剣で止める、歩いて投げて、もう一回投げる。さあここは翔さん下がる、小泉さんはライン上げる、単発ガードガードだったが投げたのは小泉さん。さあお互い体力少ない、勝ったのは翔さぎさんのサガット。じゃあ金堂さんと二の腕さんでやりたいと思います。さあまだまだ追加エントリーは可能でございます。さあ2試合目、さあ二の腕今度は久々の登場。さあ引退すら金堂さんの外、さあ先ほどの試合もやっていた同じキャラ同士のこの組み合わせで、さあの試合の時は金堂さんが勝ってはおりましたが、さてランパとウィーナーズブロックでの試合、さあ画面越しに追い仕込んでいくのは金堂さんですか。さあタイムフィード、さあカウンターがラインが上がる、投げは抜けるが捕まえて体力逆転、イエスが潰れる。さあまずは金堂さんの外、続いて第2ラウンド、ガード、
はあ、この通勤距離での立ち回り。さあラインを上げ返して打っていく。蹴りだったが潰していく。プレッシャーをかける二の腕本田。セビは潰れる。ビヨってゲージを貯めてからラウンドを取り返す。さあ第3ラウンド、さあゲージは3本強溜まっている二の腕2対戦。さあ金藤さんはさあ2本強3本弱。さあまず開幕の触り合いをするにはまあまあとりあえず十分なゲージはありますが、さあ行くガード。さあガラス差し返して若干さあラウンドカードは3分の1を過ぎて、さあ行くきっちりしている。固めて投げて画面に行きましょう。若干裏になる。さあ差し返していく次は3、3から捕まえて起き上がり、ここは無理はしない。さあ飛んでいくが、さあ捕まえて、さあこれで一気に分からなくなる。さあしかし勝ったな金藤さんの回。さて第3試合、さあ今日はアドンで登場亀之助さん、さあそれに対して大光さんのザギーフ。クテクガードかな、投げていく、入れ替えていくが EX 差し返し飛んでる、ケチルバンコン飛び読みだがここは地上かな。さあ打ち込んでの差し返し生鉄。さあからのさあダブラリー、さあ体力は追いついている、圏内に入るダブラリー飛んでる。まずは亀之助さんのアドン。続いて第2ラウンド、さあ3番ダメージを刻んでいくか、差し返しタイミングずらしながら、さあここはガードが投げて飛んでくのを潰していく。上からワンコーンいくつ投げて体力追いついていく、もう一回投げる、ダブラリー飛んでる、ピヨって勝ったのは亀之助さんのアドン。それではですね、チロルさんと飛翔ウサギさんで、まあ、最悪ルーザーズからでも入れはしますが、まあ、まだウィーナーズから入れますのでよろしくお願いします。さあというわけで飛翔ウサギさんのサガット対チロルさんのジェリー。さあここはキッチンガードからの差し返し、潰していく、上からガード地面表が通って亀梨、さあ削りに行く。まずは飛翔ウサギさんのサガット。さあ続いて第2ラウンド、さっきからはガード、画面がち落ち込んでいくな。チロルさん固めて投げて、さあ距離を調整してもう一回投げる。さあ投げ返し、画面足入れ替わる、投げ抜ける、いくつ表ガード、投げ抜ける。さあプレッシャーをかけていくが、ここは止めていく、
まあガードかな、うせい、よすみ、距離を測る、ダウンを奪って、ダイブが取った状況、さあ、ここは剣筋も含めて、まあ、これで千鳥さんが取り返す、1-1、第3ラウンド、さあ、お互い、ゲージは多い状況、よし、マックス対3本、からの開幕。さあ裏に着地したが、さあ差し込んでいったのは千鳥さん、さあ頭を打ってる隙に差し込んで、さあ距離が離れて、くだいく、さあガードさせて風水画面越し、ダウンを奪って入れ替える、プレッシャーをかけるが壊しから勝ったな、チロルさんのジュリー、では先にこちらやりますね、ファントムソさあ、というわけで亀之助さん対ファントムソウルさんの対戦、アドン対ローズ、さあまず開幕、攻め込んでいくのは亀之助さんのアドン、亀之助カーダがさあ、これはサテライト大きじめ投げて、シャワーここからきっちりつなぐ、リスカード差し返しは、さあこれはガードしている、さあしかしリバーサー差し返し、起き上がり投げて、バックステート一回距離を離す、 EX ガード溜まつ入れ替わる、さあもう一回サテライトが溜まっている、さあまだ残って、ただだがウルコンですか、サテライトさあ、まずファントムソウルさん、ローズ、テク、EX、着地からの投げは抜ける、入れ替わる、画面足、EX、リバーサーズ、さあ、爆睡、1回距離を離していく、しかし追いかけるのは亀之助さん、ガードから、さあ、しかし、ワンコンボ。ガードしている、さあ薄かったのを見てから、さあ投げはバックス、これはガード、さあではじわり体力を奪われる、いくつガード、プレッシャーをかけるガードだからだ、ガードしている、あーゲージが溜まるか、投げてバックして追いかけるが、スタッカー勝ったのはファントムソウルさんのローズ、はい、さあというわけでキッドさんとバックルおじさんの対戦、投げて差し返し、ダウンが変わる、画面足から、さあラインを上げる、さあ揺さぶっていく、右体力一折りピオール、ここはきっちり、まずはモッツルおじさんヒューゴー、続いて第2ラウンド、
さあ抜けて、かけて、ライン上げる、プレッシャーをかける、対空、画面が強い、さあしかし何かな、画面が強い、入れ替えて、飛びながらは、2発、飛んで、シーダウンを奪う、裏から、くずくらい、さあここは逃げる、さあ捕まえていたな、キッドさん。画面足からのウルコン攻め、バック攻め、着表自着からの下段当たりがドット、さあここは金藤さん取り返す、さあゲージが 0.5 本と4本、さあダメージを奪っていくのはモッツ同士さん、画面足から金藤さん逃げて EX 対空リバーサー差し返し EX くじぐらいスライディングダウンを奪う、 EX 潰れるかオーバーから残らず勝ったのはモッツ同士さんのヒューゴ、ヒューゴウィン、追加エントリー大丈夫ですか、大丈夫ですかね、じゃさあというわけで普通さんのローズ対 OST さんのチュンリーの対戦、さあ普通さんのローズも久々の参加となっております。さあじわりじわり中間距離、体力リーダー OST さん、さあサテライトをつけて、サテライトを削るところダウンを奪ってラインを上げる、ここはきっちり、まずは OST さんのチュンリー、続いて第2ラウンド、さあきっちり飛行剣をさばきながらのこの立ち回り、さあラインを上げたところきっちり追い放って、さあ体力はお互い半分強といったところ、サテライトをつけてラインを上げるかな、冷静にガード、さあ怖い状況、セビ前捨ては潰す、あさあとーっとイーツ、さあさてないとイーツ勝ったのは OST さんのチュンリー、それではモッツルおじさんとファントムソーズさんで試合をし、さあというわけでこちらウィーナーズトーナメント準決勝第1試合となります、ファントムソーズさんローズ対モッツルおじさんのヒューゴ、さあまず一気に体力半分強を奪っていったのはファントムソーズさんのローズ、さあここで捕まえてただの奥攻め EX だがかすかったところ、コパン刻みでダメージ奪う、かかるガード、さあ潰していく、まずはファントムソーズさんのローズ、続いて第2ラウンド、
いつさあ惑星スカセル鼻を起き上がり投げていく惑星潰す EX アーマーでさあ近い力のスカナル EX ダウンを奪う口ぐらいここは惑星下がる球ガード消しながらライン上げるバックステだったさあ着地に対してさあファントムソウルさんが投げてガード着地に対してきっちり勝ったのはファントムソウルさんのローズそれでは OST さんとチロルさんで試合をしたいと思いますさあというわけで準決勝第2試合となります OST さんのチュンリー対チロルさんのジュリーやっぱりさあ上からガードプレッシャーをかけるかさあガードからのさあめくりさあお互い体力2割程度セビガードセビガードラインを上げて投げてもう一回投げる固めていく削りに行くまずはチロブさんのジュリーさあ第2ラウンドセビワンコンボカズルガン、さあしかしさあ、サガノといった方が EX が当たるかさあ回し切り直して立ち回りさあ、動いてしまうさあ、ダウンを奪って起き上がり、投げていくさあ、体力は追いついていく裏からはガードこれをイース投げてプレッシャーをかける固めていく潰しもかかるがここは冷静にガードしてる燃やして体力ドット残るがさあここは OST さん通り返す11第3ラウンドさあ、ワンコップを入れていくさあ、いくつ差し返して距離を離す飛びガードタイミングを出すがレッシングガードしてる飛びガード飛ぶがさあ、たくさん投げて潰していくさあお互い体力少ない状況さあゲージを持っているのは OST さんのチュンリーさあ弾打って安全に風水前姿は止めていくお互い1割弱同士ダウンを奪ってさあ稼ぎだったが押し込んでいくさあ勝ったのはチロルさんのジュリーそれではさあというわけでウィーナーズ決勝戦 1P 側がファントムショールさんのローズ 2P 側がチロルさんのジュリーさあお互い体力開幕1割2割奪い合ってさあセビかなきっちりダウンを奪って裏からはガードさあ1回立ち回りに戻って中遠距離のサシャンリフレクトから
さて、さあ弾ガードさせてサテライトをつける。さあ潰してサテライトは消えて、テイク飛び空中ぐらい、セビが通る、噴水かな、おっと優しい。さあしかしまだ噴水は続く。飛んでる、噴水は消えて、さあゲージが溜まってる。第1ラウンドはファントムソーンさんのロス。続いて第2ラウンド、投げて、抜ける。さあ、シャバシャバシャバ、ラインを上げて画面越し、投げは抜けて、カル。おっと、メイク出ている。さて、チロルさん取り返す、1-1。さあ、ゲージは2本ちょいと 2.5、6本ぐらい。お互いとりあえずシェイキャンするぐらいはある。さあここはティーチリース遊んでいく、くちぐらい画面越しプレッシャーはかかるが、さあいくぜ、ティーチリース割り込んでいく。さあ飛びかな、残り1割弱。さあピオリがやばい状況、固めていく、投げは抜けて詰める、内力のあった EX、 さすがしかし EX。 さあ勝ったのはチロルさんの12というわけで、ウィナーズ勝ち上がりはチロルさんの12となります。じゃあデスティネーションコンフィーム、レッツゲットスタート。さあというわけで、ポイフルさんコーディ対金堂さんがいの、さあルーザーズ1回戦第1試合となります。さあピオです。さあ体力ゲットおった状況、差し返しターンが変わる、セミキッスの人投げ抜ける、飛び越して、さあ最後シャーホッパー。さあ第1ラウンドはポイフルさんのコーディ。続いて第2ラウンド、止める、レシャーをかける、カード、投げて固めて投げる。さあポイフルさん我慢して、さあしかしガード、後ろ歩き蹴ってくらい入れ替わるか。さあここはきっちり攻撃で差し込んで、赤セミが通る。勝ったのはポイフルさんのコーディ。それでは二の腕さんと飛翔うさぎさんでやります。さあワンピー側が二の腕ホンダ、ツーピー側が飛翔うさぎさん、サガット、ルーザーズ1回戦第2試合。さあここはきっちり一確認からダウンを奪う。さあじわりじわり体力が奪われる。実はねルーザーズ1個空いてるんですよ。はい、という大丈夫ですか。さあフルコンが通って
さあ体力逆転爆戦勝っていく。さあしかしさあおっと残る。さあしかしここはきっちり。さあどっと残ったなき。さあ一応ねルーザーズカナダと当てれますと何人かいらっしゃいますけど、まだ今日出てない人が。はい、あのもう出てるのでね、悲しいことにね、すいません、すいません。さあ体力が追いついている。さあ画面越しラインを上げるのは二の腕さんの本だ。さあここはきっちり勝ったのはヒトウサギさんのサガット。それでは郷ひかるさんと普通さんで試合をしたいと思います。郷ひかるさんと普通さんです。さあというわけで郷ひかるさんのザンギフ対普通さんのローズの対戦。さあこの試合が終わるとルーザーズからのエントリーの締め切りとなります。この試合が終わるとルーザーズからの参加のエントリーを締め切らせていただきますのでよろしくお願いします。さあまず開幕。さあ体力一気に持っていっているのは普通さんローズですが、さあここはライン上げて郷ひかるさん差し返して、さあしかし裏からはきっちり取っていく、テイク。さあ攻めを潰せ、大丈夫か、トップ残る。さあここはラインを上げてきたところを追い払っていく普通さんが第1ラウンドを持っていく。続いて第2ラウンド。さあ開幕 IH アイスとダブダリ。さあ中間距離でリーチを生かしながら潰していくのは普通さんローズ。さあ郷ひかるさんも差し返しを狙うけど、さあこれで体力がリードが広がる、飛んでる、投げてダブルリー透かして、はい、じゃあそしやめよう、やめよう。さあというわけで、さあルーザーズからの参加となりました。ゲブセンさんのチュンリー対、さあシード枠でしたが、一応まあまあシード枠というか、まあ12人トーナメントの決勝トーナメントだ、11人からのルーザーなので、まあ1枠空いてたところにさあ入ってた亀之助さんのアロンとの対戦。体力リードは亀之助さんからのスタートでしたが、さあデブセンさんもワンコンボ差し返せ、体力は追いついていく。さあお互い2割弱同士。さあ差し込もうといったところですが、さあスキッチ。まず第1ラウンドは亀之助さんのアドン、続いて第2ラウンド。さあ開幕。さあ飛んでる、きっちり差し返して画面足背負わせる、飛んでるダウンを奪ってライン上げる、クッくらい。さあ潰れる、スカル投げて逃げる、追いかける、着地から抜け断着。さあ飛びながらタイミングをずらしながら、さああったのは壁之助さん。それでは普通さんで使ってください。さあというわけでルーザーズ2回戦の第1試合となります。ヒトウサギさんのサガット対普通さんのローズ。
さあ距離が離れた立ち回り。さあ、キッチに取っていく。さあ、体力リードは人うさぎさんの下がった。さあ、画面貸し、通算もラインを上げていく。さて、ライト跳ね返して飛びが通るか。さあ、歩いて様子を伺う。整備前捨てはバレスにカード。さあ、ゲージがある状況なので、さあ、普通さんも痛いのを当てればワンチャンある状況です。さあ、第1ラウンド、普通さんのローズ。続いて第2ラウンド。さあ、パカーガード。さあ、動き始め、潰れる、投げて、さあさあ返し、刻んでいく、ガード、差し返し、さあ、セーブ分、体力奪って、ミス、テイク、跳ね返している、勝ったのは、普通さんのローズ。それではポイフルさんと亀之助さんで試合。さあ、というわけでポイフルさんのコーディ対亀之助さんのアロンの対戦。抜ける、ライン上げる、裏になったところ、さあ今度はポイフルさんコーディ体力追いついてまくっていく。さあの画面越し、ヒヨル。さあ、打ち込んだがガードしている。さあ、まず第1弾のポイフルさんコーディ開幕 EX。 タイミングを出して EX 差し込んで、さあ、キッチリン確認から EX 投げて、クッシーからの投げて、ローボディ。さあ、亀之助さん第2ラウンドを取り返す。さあ、しかしゲージを持っているのはポイフル3コーディ開幕第3ラウンド。さあ、クッテグ潰していく。さあ、リバーサーイクス。さあ、ゲージを使ってダメージ一気に奪っていく。タイミングをずらした。さあ、しかし裏からはガード捕まえるか、壊しちゃったの。さあ、壊しから入れ替わる、投げを抜けてガード対空、 EX 対空、逆に EX が見えたから投げていく。プレッシャーをかける、捕まえて、体力少ない状況。勝ったのはポイフルさんのコーディ。それでは普通さんとモッツルおじさんで試合をしたい。さあ、普通さんのローズ対モッツルおじさんのヒューゴールーザーズ3回戦になります。3回戦の第1試合、飛んでる、キッチリワンコーン。さあ、体力リードは普通さんローズからのスタートは対空。さあ、しかしヒューゴーの爆発力はここにならない。さあ、しかしここで普通さん投げて、EX 甘つけて差し込んでいくが、再び立ち回りに戻って、さあ、丁寧に差し込んでいく普通さんですが、さあ、捕まえたのはモツノジさん。さあ、から腰を振って体力逆転からの EX は待ったところ。さあ、体力がどっと残る、さてないと。さあ、ここからの攻めをどうすれば普通さんも勝っていきますが、さあ、さてないと。
かし外から差し込んでいく。まずはボッツのおじさん9号、続いて第2ラウンド。飛び方オール行く返して、さあ打ち落とす対空、さあ叩いていく、さあここは冷静にガードから投げていく。さあ体力リーダーもツドウさん、ツドウさんも中遠距離で様子を伺う。さあここは投げたのはツドウさんローズ、さあ爆生様子を伺う。ただ、さあこれは距離が離れている、前世だったが止めていく。さあケーズリーも含めて、まあ、勝ったのはボッツドウさん9号。ではポイフルさんと OST さんで試合をしたいと思います。さあルーザーズ3回戦の第2試合、1ピガはポイフルさんコーディ、2ピガは OST さんチュンリー。ガード、さあまず体力リーダー OSP さんからのスタート、飛びが通ってワンコンボ、体力追いついてオフ攻め、さあ着地からは止めていく。さあラインを上げて足を押し込んでいくのはポイフルさん、コーデダウンを奪って EX は閉じる。さあ残り1割弱、プレッシャーをかける、潰れる、ここはきっちり。さあまず第1ラウンドはポイフルさんのコーデ、続いて第2ラウンド。さあ捕まえた、中段さあ1から、さあここはきっちりワンコンボ、再び画面越し、セブからラインを上げ返しを狙う、リーキガードからきっちり差し返して、ラインが上がるか、スカッたところ投げを抜けて X、 セミだったが通らない、勝ったのはポイフルさんのコーディ。ではポイフルさんと、さあルーザーズ準決勝、ポイフルさんコーディ対モッツロジさん9号。さあもう一回画面なし、固めていく、飛んでいく、ガード使ったところはきっちり差し返し、ラインが上がる、中間距離近距離になって差し合い、お大イス、さあ1割弱、置き攻め、画面越し固めて投げる。まずはボッツのおじさんのヒューゴー、続いて第2ラウンド。さあここは飛びを通す、さあボッツのおじさんが投げて DX 差し返し、止める、 DX は潰せ、中間距離で立ち回るが使うところ、ここはきっちり見逃さない、画面がち EX だったが、さあここはきっちりポイフルさん取り返す。さあお互いゲージが3本弱、開幕第3ラウンド、 X ガードセビッツレフトライン上げてくるが、ここはきっちり潰していく、 EX2 発目は止める。さあこれで最後1本弱奪っている。さあプレッシャーをかける、X、セビ、X、セビカード、さあ残り1割、セビ、X、潰れる、勝ったのはボイフルさんのコーディ。スダー、ボイフルさんとファントムソウルさんで試合をします。緊張して、さあというわけで
ルーザーズの決勝戦になります。 1P 側がファントムソウルさんのローズ、 2P 側がボイセルさんのコーディ。さあまず開幕、ファントムソウルさん対フィードですが、さあボイセルさんも差し込んでラインを上げていく。さあしかし攻め込んでくるボイセルさんを追い払いながら丁寧にダメージを奪っていくが、さあここで亀足差し返し固めるが冷静にガード、ガード、さあ中近距離でのサーチライト、さあ引っ掛けた、さあ一枚弱投げは抜けて、セビアスカしている。さあここは中間距離、外から差し込む。まずはファントムソウルさんのローズ、続いて第2ラウンド、さあガード投げは抜けて、ガード裏からは投げを抜ける、ミックス、さあ捕まえた、キッチリ繋いで爆生勝ったグッピオル。さあ第2ラウンドはポイフルさんが一気に取り返した形にはなったが、さあゲージはマックスでいい日本弱。第3ラウンド打ってくる、引っ掛けて見逃さない、もう一回、さあ一気に体力半分強を奪って起き上がり投げは抜ける。さあ攻め込んできたところをきっちり追い払ってゲージを開けながら体力を追いつきながらのスタート、抜けて、さあ捕まえた、 DX 勝ったのはボイフルさんのコーディー。それさあ本日の第127回となっておりますルフォーランバと、さあウィーナーズ勝ち上がったチロルさんのジュリー対ルーザーズ勝ち上がりポイフルさんのコーディ。さあセミで一回距離を離す、体育セビからラインを上げるが止める。さあしかしここは頭を出して攻撃に差し込んで、アテミ固める、ガードしている、セビでしのいで中間距離の立ち回りが続く、ガードボクス、さあラインを上げていく、攻め込むが3位で割り込んでいくからのフラスイ、大き攻め投げる、ラインを上げて投げつかり、さあここで逆転ポイフルさんが投げてから、さあステップでここは距離離せん、近づいて裏からはガード、うすら消える、投げて奥詰め、ダウンだ。まず第1ラウンドはポイフルさんのコーディー。第2ラウンド止める、いくつ、さあライン上げる、ミス投げて、当てみ見てから投げる、セビスジョイト投げは抜けて、セビ前世クジクライ削りも含めるっていくが、さあからのその仕返し、さらに風水、さあこっから殺しに行けばわからない状況、ガード飛んでる、さあしかしここはきっちり、さあこれで仕切り直しという形になります。さて決定戦、さあウィザーズ勝ち上がりのポイフルさんがウィナーズ勝ち上がりのチロルさんをまず1回倒してからの、さあ最後この試合に勝てば優勝、セビカ通る、投げ抜けてセビだったが2発目で潰れる、削れがいい、
スカップきっちり3画面勝ちからの風水玉傘ね EX ガードしているガード間に合って捕まえた2人追いつくガード EX 食いつくらいい見せ出してくさあ第1ラウンドはツロンサのジェリー続いて第2ラウンドさあまずはポイフルさんがワンコンボさらに下がっていくところ逃がさない投げすかり EX さあピヨってゲージも溜めながら一気に決めるポイフルさんが取り返すさあゲージ状況はほぼ五分からの最終第3ラウンドお互いに溜まっているところメイク単発食いつけたいガード EX 当て身だったがここは投げる使う入れ替わるさあ EX 差し返し起き上がり投げは抜ける潰す溜まってるダウンを奪って風水奥攻め投げは抜けるさあ体力的には若干ポイフルさんリードうあーっと EX 勝ったのはポイフルさんコーディー持ってた